トータルフィードバックをご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。クラビンズベッドルームの畑ゆうけです。レイの内山優愛です。ホタイムしずくです。今日もよろしくお願いします。お願いします。今日は、監督からのテーマをいただいたんですけど、はい、意外な食べ物食べ方、はい、もうちょっと思いつかないんです監督からの例題が冷やしラーメンの美味しさに衝撃を受けた。冷やしラーメンって食べます？食べたことないです、はい、すでにこの時点で意外なってことです。はい、そうです。北海道の、ラーメンサラダ食べたことあります？ないです。存在なんとなく聞いたことある。あ、ですよね。またこれ違うそうなんですけど、いやさっき聞いてめっちゃ美味しそうと思って、うん、麺が締まって、うん、ラーメン部だもんね。そうです。あ、マネージャーマネージャーですもんね私ラーメン部にちょっとまだ慣れない、ね、麺がすすれなくて。ちょっと待ってくださいね。ラーメンがすすれないってどういうこと？麺が食べてる途中にもなんか飽きちゃう。そうなん、なんか小麦粉食べてる感じに、なんか多分みんなすすれるんで、はい、そのスープと一緒に美味しい感覚が流れに乗れてるってことね。はい、私流れに乗れず潜るなんで小麦粉って思っちゃうんですよね。中盤からは食べれます。うん、パスタ大好きです。めっちゃ小麦粉やで。なんか多分絡まってたら、ラーメンもフォークでこうやって食べるし外国の人もお店の人になんかカウンターじゃないですか、ラーメン屋さんで、なんかちょっと迷惑かけちゃうと思ってあんまり誰も見てないです。大丈夫。ラーメン自体が苦手ってこと？はい、苦手で味は全然好きなんですけど、やっぱちょっと食べ方がちょっとまだ。ラーメンのみですか？焼きそばとか。焼きそばは麺に味ついてから食べれるんですけどそういえば全然食べてないですね。焼きそばパスタはめっちゃ食べるんですね。ゆうちゃんは何ラーメン？私もそんな食べないんですけど。なんで真似じゃないただ支えたいという意味で秘書だ。はい、なんかでも二郎系のラーメンとかはちょっと興味ある。なんでこんな急にカッツァのとこ行くわけですか？ニンニクとか好きなんで、はいはいはい、なんかこうすごいもう建築のようにこう積まれてる野菜とか、野菜もりもりなやつとか食べてみたい。すごいじゃあります二郎系ですね。なんかあれ言ってみたい、マシマシでみたいな。ね、なんでも食えるわけないじゃん麺固め、なんかあのもう呪文のような感じで注文してみたいな。豚、野菜増し、油辛めとかそういうやつ。いろいろありますね。ちょっと動画撮っといて。なんか怒られたらどうしようってちょっと思いますよね。怒られるでしょ、残したら。あの、マシマシとかをなんか噛んだりしたらなんか舌落ちとか言うときに怖いな。今の時舌落ちするラーメン屋いるかいないですか？なんか怖いよ。食べるの遅いとやっぱちょっと嫌な顔される。あ、回転的な。もうラーメン部の部員は結構すごい有力な。ちょっと待って、メンバーは誰ですか？あの、例メンバーだと。例メンバーだとマネージャーのねんねちゃんと、うん、まあ顧問はメロンちゃん、はい、プロデューサーのメロンちゃん、はい、で部員はニコツムギニコットと、はい、アミですね、はい、今のところ。ボブは入ってないです。ボブ入ってないです、ね。あ、ボブとしずちゃんはまだ知能タッチで。あ、ボブも食べないんですか？ラーメン。ラーメン食べるイメージないけど、でもそうついてったりはするよね、たまにね。で、マーライ、マーライタンよく一緒に食べに行きます。ああ、それもうラーメンだけど、あれまあザッツ中華です、ね。でこの間違うって言われてます。誰に？あ、大黒メロン。クイーンに、あ、みこちかな？みこちに。マーライタンは。まだラーメン部には入れない。まあ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 、だ言わんとすることはあるけど面倒くさくなですね。でもいつかその部員の皆さんにすすり方をちょっと教えてもらって。すすり方かい。ニコチめっちゃ上手だから。あの人運動神経めっちゃいいもんね。なるほどね。なるほどじゃないよ。なんか変な食べ方とかご飯食べたりします？食べ方食べ方はちょっと私は食べ方が汚いとかそういうのじゃなくて、私は分解しちゃう癖はあるんですけどサイエンティストでもあのこういう公の場ではちゃんと食べますよ。一緒に食べちゃんと。あ、家とかだとチンジャオロースとか、はい、あの野菜から先に食べて肉だけにして肉食べるとか、おなんかそういうなんていうんですかね、野菜炒めとかの具がこういろんなのが入ってるやつをこう、うん、混ざってこう食べるのじゃなく、 それぞれのパーツとして食べていく。そうですね、ショートケーキとかも上から食べて。
ちょっとまあ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 おかしめです。お母さんとか文句言わない料理せっかく作ったのにって。何してんのって言いますよね。せっかく一生懸命作ったのに。でもお店とかではちゃんと食べます。オフィシャルではね。はい、オフィシャル。気を許せる相手との前ではちょっと。はい、失礼します。家族とメンバー限定じゃないですか。はい、そうです。え、それで味が変わったりするってことなの？え、なんだろうね。なんか食事の時間を引き延ばしたいのかなっていう。休み欲しい。時間かかるじゃないですか、この一つずつこう食べと。一手間どこじゃないですからね。だからなんかその食事という楽しい時間が長くなるから。ああ。なのか。じゃあ一発でもいっぱい食べるわけじゃないしね。わかんないんですけどね。すごいこの哲学が難しすぎるんですけど、私もいつまさか時間を引き延ばしたいからそうしてるとは思ってもなかったね。すげえ斜め上から切られた気分でした。すごいな。そういうことか。先生は？私は最近ちょっとハマってるんですけど、はい、あのお味噌汁にまずあのトマト入れます。まあでも時々変わり種ありますよね。はい、ミニトマト入れて、はい、ミニトマト、あとアボカド入れて。すごいよね、これは。あとモッツァレラチーズ入れる。あ、それは味噌汁である必要ないんじゃない？それがそのお味噌にめっちゃくちゃあって、あ、なんかうわーと思って発見してしまったと。たまたま入れたんですよ。あ、たまたまアボカド入れないよね。冷蔵庫にあったんで事故ですよね、なんで。あ、入っちゃったっていう感じで。その通り、その通り、うん、美味しいかなと思って入れたら信じられないくらい美味しくて。気になる。それ共有しました？どなた、まあ、他とメンバーにね。しました。食べたんだ。にまだ食べてないです。めっちゃ気になるけど。アボカドってあんま最近高いし。あ、そっち。母とかめっちゃ好きでめっちゃ買ってるんですけど、はいはい、その貴重な1個ちょっとお味噌汁になって人間にはね使えないです。発想は柔軟ですね。一回やってみてください。チーズは気になる。ちょっとチーズ好きよね、ゆわちゃんね。いい感じに溶けるんですよ。最高。それはあの味噌ラーメンにチーズトッピングするのと似てるのかもしれないですよね。じゃあそれかもしれない。お味噌って地域によって違うと思うんですけど、やっぱり小手山さんはどういう味噌使うんですか？関西のやつ。普通の味噌なんですけど、それが普通じゃないのかな。でもお正月とかは白味噌ですね、うん、お雑煮の話。お雑煮はお味噌汁は普通に売ってるやつ使います。ごめん、変なこと聞いて。すいません、あんま自分が食べてるのって日本海味噌だったなと思って。日本海味噌知らない？はい、気にしたことない。関西は強いはずです、でもうどんの、うん、スープというか、はい、とかは東丸ですよね。そっちにもありますね。わかります。それ味噌汁とか作りますお二人？小手山さん作るんですね、ご飯料理。そうですね、やっぱりこれ多分ファンの人聞きたいと思うんですよ。ですね。いやでも本当になんかそんなもう自分が食べるだけなんで食べて生きれる。生きる、生きるための食事でしょ。でも食事好きなんで、はい、すごい。なんかゆうわちゃんこうすごいこういい感じのご飯の食べ方を、まあさっき聞いてちょっとにじれてることはわかりますけど。そうですね。私は一般的かもしれないけど食べるの遅い。いや本当遅く食べたいよ。遅いです。めちゃくちゃちゃんと噛んでるの偉い。本当に小学校の先生なのかなみたいな。ほんとなんか噛んでるすごいスピードで食べちゃう。ゆうわちゃんそうやって意図的に遅くしないと結構早い。そうですね。本当にゆうわちゃんめっちゃ噛んでるイメージあるんですよね。ちゃんとしっかりなんか噛んでるのが分かるんですよ。その言い方良くないよ。え、違うか。その言い方汚いみたいな。違う。なんか顎が動いてるのが分かる。咀嚼してるっていうか。はい、あ、違います。口の中も見えないです。さすが、そんな言い訳俺も見たくない。見たことない。食べ方綺麗なんですけど。あ、分かります分かります。顎が動いてるのがすごい見えるんで、顎動いてるのが分かります。ちゃんと食事を綺麗にしてるな。はい、なるほどね。ごめんね、変なふりして。いや、なんか、今度、ゆまちゃんとか料理作んないですか？たまにですね、本当に。弟さんとかいたら、姉ちゃん腹減ったみたいな。いや、もう勝手にしてください。おかんよ。わかりました。じゃあまた、改めてまたこのご飯の話盛り上がるんで、またやらせてください。はいはい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。
SNLS. How do you break, remake those traditional building methods?A whole new vibe. Else Trust Guitars.